はい、では4音スプレッドボイシング、ハーフディミニッシュ、1735ボイシングの練習をやっていきます。注意しなければいけないのは、フォーム的にこういう風にフラットハイプがこちら側になるので、まあ B、 いつも B はこの辺りで弾いてたりしたあのものもこっちで弾いたりしなきゃいけないってことですね。なので、まあ F シャープに行くときにもうこちらで弾かなきゃいけない。なので普段とフィンガリングは変わります。ではやっていきます。 C ハーフディミニッシュ1735、はい、では4音スプレッドボイシング、ハーフディミニッシュをやっていきます。1735ボイシングこうですけど、まあ B とかこの F シャープ弾けないので、 B のところからこういって B、F シャープ、E、A、D っていうふうに、まあ、いくとこですね。なのでここで D フラット弾いてから F シャープ、B、E ってこっちで3つ弾くということを注意してみてくださいね。はい、ではやっていきます。C ハーフディミニッシュ1735、いつも通りこう言って視覚的にシェルを置いて、それに1音加えているっていう風に視覚的に展開してから押さえてください。ゆっくりゆっくりクリックを使わずにいつも通りやっていきましょう。 C ハーフディミニッシュ1735、 F ハーフディミニッシュ1735、B フラットハーフディミニッシュ1735、 E フラットハーフディミニッシュ1735、 A フラットハーフディミニッシュ1735、 D フラットハーフディミニッシュ1735、F シャープハーフディミニッシュ1735、 B ハーフディミニッシュ1735、 E ハーフディミニッシュ1735、 A ハーフディミニッシュ1735、 D ハーフディミニッシュ1735、G ハーフディミニッシュ1735、 C ハーフディミニッシュ1735、以上になります。